5年ぐらい前までは年に2回フルマラソン走ったのよ。マジっすか、ね、年2回。よく体持ちますね、うん。いや、それでついに持たなくなって、それで、なんかちょっと足壊して2年ぐらいお休みしてて、それでまた久しぶりに去年の10月の末に、金沢マラソンって走ったの。ほいほい。そしたらもうね、足完全に壊れた。もう。いやいや、気をつけてくださいよ。え、もうね。いや、だから人間あんな40キロも走るようにできてないんですよ。だってマラソンは悪い。マラソンは本当に体に悪い。マラソンほど体に悪い遊びはない、ね。うん、うん。あれ見た？この間の東京オリンピックの時にさ、うん、まあマラソンも体に悪いけどさ、あのトライアスロン。あ、はいはいはい。トライアスロン、あんなにね、テレビの画面で人が吐いてるのはそうない。みんなゴールするやつがみんな吐くんだよ。それでその人が吐いたところに次のやつが倒れ込んでまた吐いてんだよね。あんなテレビの画面でね、人が吐いてるの俺見たことないわ。